福森を剥がして背後に出します。泉のパスからアルトゥール海輝、上田が開けた場所に鈴木優真が来た。これの縦にポリッと、まず一番危険な場所、危険しに行ったところの手前ですよね。まあ、我慢しながら鈴木優真も入りましたし、そこに対していいボールが来ましたし、